明けましておめでとうございます。歯科技工士のタガポンです。今日はあれだ、なんか支援金、事業者復活支援金っていうのやるみてえだな、うん、法人の人は750万もらえて、個人事業主は250万もらえるやつだな、うん、で、もらい方な、まあ俺のやり方は非常に簡単で、とりあえず資料は全部作って出す、それだけ簡単なべ。で、他の技工所の人がやってたやり方は、まずやってないんだよな、まず申請してない。他の技工所は自分が申請できるかどうかの立場をすごい調べてた。要はどういうあれだか分かんないから、もう数字とかちゃんと、自分で調べて、あーこれダメあれダメとか言って、まあ結局ダメだと思った未定で申請はしなかったんだな、そいつはな。で、俺の場合はとりあえず分かんねえから申請してみる。で、数字分かんないから全部出す、出した資料はだいたい俺振り込みちゃうな、技工代振り込みだべ。で、銀行と俺青色申告のソフトが連動させてんの、常にパソコン更新するともう銀行の中のお金出し入りしたのが全部分かっちゃう。で、その資料をクリックしてな、資料出すね、それを送る、それだけ簡単だべ。で、もらえるかもらえねえかは向こうに決めてもらう。もう、計算式とか分かんねえべ、そしたら向こうに任せちゃうんだ、全部だけ出して向こうに任せて。で、もらえたらラッキー、もらえなかったらああって思えばいいやって思うんだけど、そこが違うんだよな。もらえればいいのはそれはよかんべ。で、もらえねえときってどういうことになるかっていうと、これもそれは何回もあるんだよな、向こうからここの部分訂正して資料が欲しいからそこだけを送ってくれっていう案内が来る。向こうが、調べてくれんな、なんだかんだで向こうがもらえるようにこっちを誘導してくれ。で、そこをまた訂正して出すな、ちょっともらえるから、だから、とりあえず出すのが最初、考えねえで出すな、そんで資料は全部出す、仕事とかしたらもう分かんなどうなっちゃうか分かんない、捕まっちゃうかもしんねえべな。俺は全部出す、フルオープンな、その方がいいぞ。ほんで向こうに決めさせるな、くれっから、知らないうちに振り込まれてっから、それでいいべな。まあちゃんとできる人がいいんだったらちゃんとした方がいいんかもしんねえけどな、ちゃんとした人がもし間違いやってたらそれ不正になっちまうべな。俺はそれは嫌なんだよ、ちゃんとした人がちゃんとやってなんか間違いを起こしたら不正とかになっちゃうだろう。
だから俺みてえなさっぱりわかんねえ人が全部とりあえず出してな、向こうの出方待ち、それでいい、もらえたらラッキーだべ、そういうことだ。まあでも去年1年結構売り上げ良かった。コロナが始まった年はほら開業して2年目だもんね。開業した年っていうのはいろいろ仕事いっぱい取ってくから売り上げ上がって、そんでもう限界が来て、あのコロナでなくなったっていうより俺のキャパオーバーで仕事を減らしたっていう感じだよね。それがタイミング良かったもん。それでまあ支援金とかもらえたから。でも去年1年はで自分のできるだけのまあノンクラとかそういうのがいっぱい来た。売り上げも結構いったもらえねえとは思う。計算すっと、まあとりあえず出してみっけどな、とりあえず申請はしてみる、してから考える、そういうことだ。おいじゃない。